ですね、GoPro がある状態に陥ってしまった時の修復方法を収録する機会ができたんで、こんなところで機会ができたので、せっかくなんで収録しようと思います。これ GoPro が今電池切れてる状態で、こういう外部バッテリーからUSB で給電できるんですけど、ミニ B で。それをつけると、この、後方の左上のところのライトが、まあ、周り暗いから明るく見えますけど、ちょっと暗めに赤くついて、充電ができないっていう状態になります。で、こうなると、電源ボタンを押しても全く反応がなくて、しかも立ち悪いことに、これ、抜いてもまだこの状態が続くんですよ。この状態から何の操作も受け付けなくなって、この前の電源ボタンを押すと、今バッテリー切れの状態なんで、一瞬光って、あ、ついた。まあ、つかないことが多いんですけども、よっと。ですね。電源ボタンを押した一瞬の、押して直後に、この外部バッテリーの給電差し込むと復旧できました。ちょっと準備しておいて、前のボタンを、この前の電源ボタンを、せーの、押して刺す。あれ?立ち上がりました。で、この状態だと、このインジケーター見るとわかるんですけど、充電がスタートしてます。なので、ここのところが、薄明るくつくという現象に陥ってバッテリー抜くしかなくなった時には、まあ、一旦バッテリー抜いた後に、このボタンを押しながら、電源ボタンを押して、のスノット直後にこれを刺すっていうのをやると復帰できるっていうことが分かりました。以上でございます。また雨強くなってきたよ。